ちょっぴり悲しいマイクラ雑学参戦。その1、3ヶ月間の住まい。ある日マイクラに、熱帯魚入りバケツというアイテムが追加されました。とても可愛らしいな。しかし次の年、見た目の大幅なアップデートが入ります。バケツが変わった。熱帯魚入りバケツが正式にリリースされてから、テクスチャーアップデートに伴った変更が発表されるまで、わずか3ヶ月で、熱帯魚はバケツを変えられたのでした。心なしか悲しい目をしているな。その2、一度きりの信号。オブザーバーは目の前のブロックを検知するアイテムで、エンドポータルにエンダーアイを入れた時も、信号を出します。しかしエンダーアイは取り外すことができないので、この信号は、サバイバルでたった一度しか送れません。これで音符ブロックを奏でると。エモ。その3、ヤグルマギクの花言葉。ヤグルマギクとキノコで作れる怪しげなシチュー。これを食べると、ようやく欲上昇がつきますが、そんなヤグルマギクの花言葉は、独身生活。つまりスティーブは独身で、このシチューを食べることで自由を噛み締め、テンションが上がり、ようやく欲がつくのです。いざ、独身生活。悲しいというより虚しいだろ。